ポルシェ。ポルシェはドイツの自動車メーカーである。正式な社名はであり、日本語に直訳すると F ・フェルディナント・ポルシェ名誉工学博士株式会社となる。本社はドイツ南西部のシュトゥットガルト。高級スポーツカーとレーシングカーを専門に開発、製造し、中でも1963年に発売されたスポーツカー911は、 改良を重ねながら製造、販売されていい。2018年現在、同国のフォルクスワーゲングループに属する。フォルクスワーゲンタイプ1を設計した技術者、フェルギナント・ポルシェにより、デザイン事務所として設立された、設立年については1930年、1931年と、諸説あり、フェルギナントは、一般的な乗用車のみならず、 エレファント重駆逐戦車のような戦車のデザイン等も言った。1948年9月には息子であるフェリー・ポルシェによって、同社初の車356.001が製造・販売され自動車メーカーになった。その後も設計、エンジニアリングの仕事も続けており、メルセデス・ベンツ 500E の設計と生産、メルセデス・ベンツ C11 の 最終セッティング、ボルボ960や、アウディアール S ニアバントのエンジチューンなどが知られている。エルンスト・フールマンによると、ポルシェ型メーカーのために引き受けている設計開発の仕事は、総売上げの10%に達している。どんなメーカーの仕事をしているのかとよく聞かれるが、関係のないメーカーを数えた方が早いくらいだ。それに、最近では政府に依頼された仕事もあるという。 また月面車は設計量5000万ドルで、ポルシェが設計した。ポルシェ一族は依然として、同社の大株主ではあるものの、1971年に、経営から手を退き、同社は同族経営から脱却している。この時、ポルシェの技術者だった、ポルシェ博士の孫、娘、ルイーザの子エルディナント・ピエヒ、元フォルクスワーゲングループ会長、同じく孫。 フェリーの子でデザイナーだった、ブッチ・ポルシェ、後にポルシェデザイン社長も会社を去っている。2005年、歴史的に関係の深い大手自動車会社、フォルクスワーゲンの株式の20%を取得。2008年11月時点で、持ち株比率は約43%となり、事実上同社を参加に収めた。その後も、金融機関から必要に応じて、株式を 追加取得できる権利も含め、約75%まで買います方針であったが、資金繰りに行き詰まり、逆にフォルクスワーゲンがポルシェを買収する形で201年半ばをメドに経営統合をすることが一旦決まった。しかし、ポルシェのフォルクスワーゲン株式取得をめぐる、訴訟問題の解決が長引いたため、経営統合に遅れが生じた。2012年8月1日に、 フォルクスワーゲンがすべてのポルシェ株式を取得し、ポルシェはフォルクスワーゲンの完全子会社となった。ポルシェエクスクルーシブというサービスを展開中。これは正規店での新車オーダー時にインテリアやエクステリアの各パーツやカラーをカスタマイズしてくれるというもの。また、ポルシェテクイップメントでは正規の販売店を通じて様々なアクセサリーを提供している。 ポルシェのエンブレム、紋章は、本社のある、シュトットガルト市とバーデンイコール、ビュルテンベルク州の紋章を組み合わせたものとなっている、中央の羽馬は、シュトットガルト市の紋章から、その外側の左上と右下にあるノコギリの市場を、下模様は、バーデンイコール、ビュルテンベルク州の紋章に描かれた鹿、の角を、右上と左下の赤い島は地を、全体の金色の地色は、 包丁を表す、麦の色にちなんでい,い。なお、日本では、ポルシェというと、メルセデスベンツやアウディのように、メーカー全体の車種を指すことが多い。1990年代前半、最大のマーケットでもある米国での販売不振により、赤字が拡大し、経営難を囁かれた時期があったが、1996年に、低価格のロードスター、ボクスターを投入。 翌年にはデザインと設計を全面的に一新した996型、911を投入した効果により販売が好転。2003年には、ポルシェ発の5ドア SUV である、カイエンも投入し、1999年から2000年の生産台数が約4万5千台であったのに対し、2008年には9万7千台に達している。年代半ばには、 アメリカ合衆国における販売が販売全体の6割を占めていたが現在ではロシアや中国、インド、中東といった新興市場での販売が順調であり2007年におけるアメリカ合衆国での販売比率は10.3%にまで低下した2013年の販売は約16万台で米国へ約4.2万台中国へ3.7万台 ドイツで2万台などとなった。日本での販売台数は4869台であった。ポルシェは創業以来二人乗りもしくは小さな後部座席を備えるスポーツクーペを専門にしていたが、クーペという限られた市場だけに依存した経営から脱却するために人気の高い SUV 市場への参入格策。これに賛同したフォルクスワーゲンと共同開発した後、ドア SUV。 カイエンを2002年に発売した。カイエンはポルシェらしいスポーツカーの精神を宿した SUV として世界的に人気を博し、ポルシェに大きな利益をもたらした。カイエンの成功を受けて2009年には5ドアハッチバックセダンのパナメーラーを発売。価格的にメルセデスベンツ S クラスや BMW7 シリーズに相当する社格でカイエンも 競合相手と同様のラグジュアリーカーの味付けがなされ、スポーツカー専業メーカーではなくなっている。さらにポルシェはカイエンよりも小型の SUV、マカンを2014年に発売した。ポルシェの2015年の決算では、販売した22万台のうちマカンが8万台で、ポルシェ社1位、カイエンが7万台で2位で、売り上げの7割以上を、クロスオーバー SUV で占めている。 市販モデル、RR ポルシェ356ポルシェ912、MR ポルシェ914、FR ポルシェ924ポルシェ944、ポルシェ968、ポルシェ928スペシャルモデルポルシェ550、ポルシェ904ポルシェ959、ポルシェカレラ GT、ポルシェ918、開発に関わったもの、日本では、 1962年から1966年にかけて遺跡納期が一部のポルシェトラクターを輸入販売し、その後、ポルシェトラクターを参考に、日本の気候や風土に合わせた遺跡オリジナルのトラクター、伊勢トラクター TB シリーズを開発し、1964年に販売を開始した。ポルシェは積極的にモータースポーツ活動を行い、 レーシングカーコンストラクターとしても、数多くのマシンを製造している。ロードカーにおいても、彼らやパナメーラ、タルガといったレースにちなんだ名称を用いている。様々なレース活動の中でも、耐久レースにおける成功は顕著であり、世界三大レースの一つである、ルマン24時間レースで、歴代最多の19勝を挙げるなどして、耐久王、ポルシェという名声を得てきた。 初期のポルシェは2リッター以下のクラスを主戦場とし、タルガ・フローリオなどのテクニカルコースでは上位クラスを空戦下を残した。911の強制空冷式水平対抗6、気筒エンジンを元にして、1966年の906より本格的にスポーツプロトタイプを開発。総合優勝を狙うため水平対抗8気筒の908。 水平対向十二気筒の九百十七を投入し、九百七十年に念願のルマン発制覇を果たした。九百七十年代は、北米のキャンアムシリーズで九百十七用ターボエンジンを開発し、市販車の九百十一ターボ、九百三十型へ、還元。ヨーロッパでは、グループ四に九百三十四、グループ五シルエットフォーミュラに九百三十五。 グループ62936とターボ車を投入した。1982年より、グループ C 規定が導入されると956と 962C を送り出し、ワークスの他にも、ヨースと、ブルーン、クレーマーといった有力チームによって、一大勢力が築き上げられた。全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権へも、ノバエンジニアリングを介して、多数のマシンが来襲し、 日産やトヨタなどの国産マシンにとっては超えなければならない壁となった。ワークスは1998年のルマンを制した 911GT1 を最後に活動を休止、LMP2 の RS スパイダーはプライベーター用、しばらく沈黙を保っていたが、2013年より FIA 世界耐久選手権 WEC の LM、 GTE プロクラスに 911RSR、991型で参戦。2014年より最高峰の LMP1 クラスにポルシェ919ハイブリッドで参戦し、2015年、2016年、2017年のルマン24時間レースにおいて3連覇をして19勝目を達成した。1957年、フォーミュラ2が 1.5L エンジンになると、 RSK スパイダーをシングルシーターに改造した718で参戦し、1960年にはコンストラクターズチャンピオンを取得した。からフォーミュラ1が 1.5L エンジンになると、フォーミュラ1へステップアップ。当初は水平対向4気筒エンジンを搭載した787は、水平対向8気筒エンジンを搭載した804で戦い、ダンガーニーのドライブにより、 フランスグランプリにて一生を挙げた。マクラーレンからのオファーを受け、空まで 1.5LV6 ターボエンジンを供給した。バッジネームは、資金提供元のタグ。特に空には、ニキラウダ、アラン・プロストによって、ドライバーズタイトル、コンストラクターズタイトルを獲得。よくも、プロストのドライバーズタイトル獲得に貢献した。ターボ禁止後の1991年。 フットワークへ 3.5LV12 エンジンを独占供給した。917の水平対向12気筒と同じように、6気筒を2つつなぎ合わせ、クランクシャフトの中央からスパーギアでバンク中央シャフトに出力するセンターテイクオフを採用したが、200kg と思い、上に大きく、燃費も悪い上、さらにファワーも出なかった。また、実際のエンジンのサイズとポルシェから、 リークされた、サイズ大幅に違い、フットワークアローズは、その対応に追われてしまった。実はこのエンジンは、もともと1987年のシーズンオフに、マクラーレンに提案されていたのだが、当時のデザイナーであったゴードンマレーから大きすぎると、却下を食らった曰く付きの白物で、フットワークアローズは3500万ドルを投じたものの、あまりの信頼性のなさにシーズン半ばで、 コスワース DFR に換装し、ポルシェは事実上の撤退を余儀なくされた。ちなみに、このエンジンの供給を最後まで争ったのが、レートンハウスであり、フットワークアローズが貧乏くじを引く結果となった。1998年以降、日本ではポルシェが100%出資する、日本法人であるポルシェジャパンが正規輸入を行っている。1952年、 昭和27年から1997年、平成9年末まで、三和自動車、当初の社名は、三和自動車が輸入相代理店として、輸入、販売を行っていた。三和による輸入販売体制の下、と、1990年、平成2年秋に発売された1991年モデルからは、主要モデルにエアバッグが、オプション設定されたほか、全シリーズに、 右ハンドル仕様が用意された。また、1995年、平成7年には、それまで1、0000 000 000延長であった、ポルシェ911の新車価格を910万円に引き下げるなど、日本における、ポルシェのユーザー層を拡大に努めた。一方、ポルシェ本社が、主要輸出市場では、販売、流通を直接管理するとの方針により、アメリカ合衆国。 イギリス、イタリア、スペイン、オーストラリアなどの現地法人を直営化しており、日本でも1995年、平成7年に100%出資の子会社、ポルシェ自動車ジャパン株式会社を設立した。同社は1997年、平成9年、ポルシェジャパン株式会社に改称、翌年1月からはそれまでの三つ和自動車から日本への輸入権が移管され、 輸入業務を開始した。この際、輸入権を失った、三ツは自動車は一正規ディーラーとして再出発することとなった。が、2018年現在は正規ディーラー事業から撤退し、ポルシェ中古車の販売及び整備サービスを行っている。1998年には、富士重工業、現、スバルと販売協力で提携し、全国数箇所のスバル販売会社が、 ポルシェの正規ディーラーも運営するようになった。この関係は、スバルがトヨタ自動車グループ入りしてからも続いている。2018年6月からは、ヤナセが前述のスバル販売会社の一つである、福岡スバルから、ポルシェ事業を引き継いで、ポルシェ正規ディーラーに参入している。フォルクスワーゲン社の排出ガス規制不正問題、フォルクスワーゲン排出ガス規制不正問題は、 ポルシェにも波及し、3リットル V6 ディーゼルエンジンを搭載した2015年モデルのポルシェイへにも不正ソフトウェアが発見されたと、米環境保護局が発表した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。